スがここ2セットルでの接敵。さあパラドックスに対して一応ハウス掃除に名前の通り掃除していきますね。1枚ここで確定まで持っていきます。さあただイチゴハウスも1枚かけてヒグマ選手、そしてポンズ選手はここで蘇生。イチゴハウス無限ピテツオがねここ蘇生を成功。これで2対2でなんですか。2対2ですね。さあここの初動の、設定が終わりましたらですね、一回ルームにフリーは入り直します。もうずっと鳴ってますね、ヘリコプターの音が。まだ鳴ってる、まだ鳴ってる。もう多分これルームを入り直さないと多分ずっと鳴ると思います。さあここでイチゴハウスが敗退。パラドックスが5キルを獲得。ただ残っているのは2枚生存という形になりました。これ偽善者数と偽善者初動のキル数だけでおそらく9キルまで伸ばすことができるんじゃないですかね。いや1枚落としましたね。さあこれ1枚落としていく黒パンチ。さあここは黒パンチがかなり活躍を見せている。これでシールが残り1枚ですね。ここで確定黒パンチの確定キルも入り残り1枚生存のシール。さあここはでもいやこの的枠から実は射線が通ることを黒パンチよく分かっていました。さあ7番チームシエルがここで敗退。さあフロンティアが5枚ずつ残りでいます。さあスモーキングカフェ、ここキリンとの接敵で1枚マグヒメ選手が射爆。さあキリンが大戦車。さあこのキリンの大戦車とスモーキングカフェの接敵、さあキリンが1枚ヒロスケ選手はジャオウに打ち倒されます。さあジャオもこの接敵を見ていました。さあここでビビスケがきっちりスモーキングカフェを落としにかかっていきます。さあ君がただ残り1枚生存、いや車に乗ったところを落とされてしまいました。最後落としたのはジャオ。いやジャオここからの中距離きっちり見ていましたね。さあジャオがこれで10キロ獲得、残り3枚生存という展開になったがジェシティを落として、さあこの声の中気づきました。さあまだ1枚確定、そしてそこで伏せている選手は確定まで綺麗にここは決めていきます。フロンティアムーロ選手がうまいキャラコンを使いながら危なげなくパラドックスを落としてきました。この間に乗れフロンティアの方がちょっと分があるか、高い位置を取れていますフロンティア。いやしかしここ綺麗にバリ選手が打ち落としていきましたよ。さあバリ選手が打ち落とされ残り3枚生存。さあスワッグが残り2枚生存というこの状況。さあスワッグが残りこれで1枚ですね。バリー選手のみ乗り物を発見しました。乗り物を発見しました。発見。さあバリー選手の位置を分かっているんでしょうか。さあここフロー選手ワンオンワン、いや最後はワンオンワン車をうまく乗りこなして一目にかかりました。この EVTF3 月度のデーワンまず1戦目を制したのは先月からね参戦してくれておりましたフロンティアに軍配が上がる形になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。さっきからセントラルがすごいことになってます。えぐいね。えぐいです。これは夢にあまりやらない紙芝居を見ていきましょう。19番チームのソレイユ、そして8番チームのクルス、13番チームのアクシスト、そしてこちら側には14番チームのパラドックス、10番チームのエイト、そして偽善者2番チームと何チームいるのこれ。 1,2,3,4,5,6,6 チームいますよセントラルで。いやセントラル紙とすぎでしょ本当に。そうです。ゾンティアがみんなレインコートって書いてるよ。なるほど見に行こうか。レインコートだ。いや全員じゃないけどね。全員か。ここに曲がるんだ。パリ選手とゴジ選手、そしてペラ選手はレインコート、なぜかブーロ選手だけは綾波レイですね。ここは空気読めなかったか。ここは空気ちょっと読めなかったか。レインコートを持ってない可能性もあります。そんなことあります。レインコートまあまあ結構手に入るよね初期でね。まあまあ持ってると思うけど、電動を持っている選手がグラム選手だけになりまして、見てくださいみんな折れまくです。折れまくですよね、はい、そうおかしいなと思ったんですよ。グラム選手しか電動を持ってなく残り4名がね、大領主なんで、大領主が4人っていうねあのチーム構成になってます。スモーキング、そしてガッツリ上に寄っていきましたねアンチ。さあそしてスモーキングカフェの球場が今流れました。アクシスタク選手が今落ちようとされ、さあここ接敵になる。さあ1枚落として確定まで持っていきます。さあヤブイシャが決めていきました。さあアクシスはこれ残り1枚でしょうか。グレンネコ選手だけですかね。さあグレンネコこの位置、いやここいやしかし1枚落とされ、いやここは1の1キロを持っていきましたグレンネコ。ただ残り3枚いるスモーキングカフェ、ここは一気に詰めるんじゃないか。さあ回復しますグレンネコ。さあこの回復を許してしまうと危ないぞ。間に合った、間に合いましたね。間に合いましたね。さあただ裏から打って最後は決めていきました松崎茶選手、きっちり決めていきます。リード残しているのはスワックですね。
さあスワック N 選手ゴール守っている。いやーこれベロスケに刺さっていく。いやーここ映したよ、イブに N 選手のナイスなスワを映していきました。いやナイスですね。パラドックスも1枚かけてしまいました。さあ、ね、これフロントは、うん、N 選手綺麗に打ってますかね。さあ N 選手が綺麗に落としたところで残り2チーム残ってのはパラドックスとスワックです。いやしかしおっと白選手が落として、いや残ってるのはこちらヘビ選手のみ。さあこのヘビ選手この2階にいるんですが1番持っていく。いやしかし避けられてしまう。いや最後はここ N 選手が決めましたね。スワックが決めていきましたね。いやナイスな見応えのある勝負でしたね。ものはいやなんて言えばいいか、実況中もね考えながら喋るんですけど、考える言葉よりも見る方にこう集中してしまうようないい設定を見せてくれました。感染者ってね、なんか楽しんでしまうんですよね。そうですね、いやその楽しませてくれました。ここはスワッグが競り勝っていきます。ドンカツです、おめでとうございます。おめでとうございます。結果見ていきます。さあただどっちが決める。少しネイブの方が体力が残っているような印象ですが、さあお子選手のこの位置、さあエルドを、いやー今ネイブが1枚かけた瞬間にムキムキ鉄を両方とも落としたのはムキムキ鉄をでした。この体力を取ってみたいなギリギリだけど、さあここで打ち合うか。いやーいい形で車止めたんですが、 TL が1枚落とされ残り3枚生存。そしてジャオ来るミク選手、ただミク選手目の前に、いや車で乗って一瞬ちょっと防ぎかけました。ただユヌ選手ここで落とされる。さあ TL ユヌス選手が落とされたところ、次はワンワン選手の視点。いやー先に車か。いやもうここは厳しいが、ロアゲ選手がここはもう引く動きを見せていきますが、これジャオ一人追いかけてますね。ネム選手、ね、さあここで止まる。いやいやすごいよ、当て感がいい、あれ当てれるんだ。いや一気に60ダメージ。ロール選手ここでダウンをもらってしまったんですが、仲間がカバーしに行く。さあ蘇生ができるかというところ、いやここはディアパンチ蘇生した。おっとディアパンチの蘇生、ただ後ろからフロンティア詰めていると。大丈夫か、他の選手がしっかりカバーしてますね。いやこのね仲間を守るっていうのはね非常に理由性大事になってきます。本当に1枚かけてるだけで2枚かけてると全然変わりますからね。さあここでフロンティアブロ選手を一気に落としにかかりました。さあこれでフロンティア残り3枚生存というこの状況か。いやこれ自転車逆に初め乗り物を発見しました、ね、ダウンもらったんだけど最終的には5枚生存1キロ獲得と。いややっぱりこの辺の接敵の重さ自転車持っています。言ってくれたんですね。いやその9番チームのキリンですが今4枚生存で、いやもうフォローしてよ本当に。この本当ダブル除去の相手さ振っといて絶対フォローしないよね。さあそんな中でこの状況の中、さあ接敵が生まれていきます。さあそこのツルタウンに入ってきたアクシス残り2枚生存なんですが、先に先客がいます。さあ4番チームゼッシー、ここは守りきりたい。そして19番チームソレイユも入ってきたんですね。さあここラムネが落とされ、いやここでアクシスが入りたい。ここ競り方はソレイユですが、ソレイユなんとゼクシーのグレーにゼッシーですね。ゼクシーは結婚情報誌、はい、結婚ダッシュの名前言っちゃいました。ゼッシーはここで2キロ獲得。そして全員制度1枚ちょっと危なかったんですが、一気に詰めた松崎選手のすぐ近くにはパラドックスがいます。さあパラドックス、いやー落としながら破りした。ここは泳いでしまって最後はこれ泳いでいるとこ無抵抗になりました。そうですね。さあそしてここできっちりアンラックエイトを見ています。さあパラドックスを潰しにかかったのは10番チームのエイト。パラドックスはこれ入ってる。そうですね、エイトはまだ0かけなんですね。これでそうですね、全然アンラックではありませんでした。車の耐久がもうギリギリですが、こちら側のチームを全て潰しきっていったのが10番チームのエイトの動き。いやスワックかなり強気にいきますね。4対3でスワークの優位なんですよ、ね、敵発見。3対3か。さあ馬さんが吉田を落としていく。さあ吉田がここで逃げて2回目のダウンなのです。確定が入るのも早いです。敵発見。さあ馬さんが吉田確定、そしてスワークヘボー選手を落とされ、バリー選手がここで決めに行く。最後はスワックバリーがキャリーを持っていきました。おめでとうございます。いやすげえね。おめでとうございます。いや今良かったですね。良かった。さあ見ていきましょう。